こんにちは、心理カウンセラーの高森です。食欲が進まず味がしなくなりましたという相談を受けることがあります。これはもう五感が非常に鈍っていて、この味覚に出ているという感じですよね。これはまず医学的にどうなのかというところのチェックということも大事ですけども、もしそういったものがないようであれば、これはメンタル的なバランスを崩しているということが考えられますね。一つはこのうつ病になりかかっているということもあるでしょうし、場合によってこの摂食障害と呼ばれるそういった症状の現れということもあったりして、これはすぐには判断はできないんですけれど、いずれにせよこのメンタルのバランスが崩れていて、これを放っておくと結構危険な状態ですよね。何らかの形でさらに悪影響が広がるということがありえますから、ここは一つしっかりと取り組んで、このメンタル的なバランスを取り直すということがまず大事なんだというところを大まかにでも結構ですから知っておいていただいて、必要に応じてしかるべき対応というのをしていただくのがいいのかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。